グランピアン大陸の南東に位置するマーシャルロー王国では、2つの公爵家が国王に次ぐ絶大な権力を誇っていた。その一つ、クレイトン公爵家の若き当主ビクターは今窮地に立たされていた。これは宮廷文化華やかなりし古き良き時代の物語。何？ドレイパー海運が？はい、バレンタイン公爵家の手が回っておりまして、契約を急遽撤回すると申すのです。船会社のドレイパー海運が荷物の受け入れを拒否するとなりますと、今年生産されたブドウ酒と小麦粉が港で滞り、瞬く間に倉庫はいっぱいになってしまうでしょう。ブドウ酒と小麦粉は我がクレイトン公爵家にとって重要な生産物。痛いところをついてきたな。当家の用向きをお任せいただいている者として、なんとお詫びすればよいのやら。何、ヒューカワード卿、気候のせいばかりではあるまい。この私にも油断していた落ち度があるのだ。しかし先月の工場労働者たちによる職務放棄といい、相次ぐ管理層の不正といい、立て続けだな。いずれもバレンタイン公爵家の仕掛けたものに違いあるまい。先代が病没し、嫡男のビクターがクレイトン公爵となってから、もう一方の公爵家の当主であるバレンタイン公ネビルは、それまで以上に敵意をむき出しにしてビクターに挑みかかってくるようになっていた。敵は内からも外からも我が家に揺さぶりをかけてくる巧妙かつ周到なやり口だ。その通りでございます。誠に面目ございません。ともかく船会社の件は早急に何とかせねばなるまい。明日にでも懇意にしている隣国の海運王クロスフォードに使いを出して、当面船を都合してもらうよう頼んでみよう。経費はかさむが、ブドウ酒と小麦粉は隣国の港まで陸路で運び、そこから荷を出すのだ。なるほど、そのような手段がありましたか。さすがは公爵様。だがこの手は一時しのぎだ。一刻も早く元の通り貿易を正常化するため策を講じねばなるまい。貴公らもこれ以上の損害を出さぬよう気を引き締めて防御に当たってくれ。そしてチャンスがあれば反撃し、敵対するバレンタイン公爵に一心報いてやることも忘れずに。はっ、仰せの通りにいたします。それにしてもバレンタイン公爵家に新しく使い始めた策士というのは一体どのようなものだ。我が家に対する相次ぐ横やりはその策士の手腕であろう。調べはついたのか。はい、それが実はさっぱり正体がつかめません。バレンタイン公爵様自らがどこか地方の村から連れてきて召し抱えたものらしいのですが、まだ10代の美青年だという噂もあれば、男装した女性だとの噂も。そうか、まあいい、ネビルのことだ。いずれ必ず懐刀を見せびらかしに向こうから来るだろう。はい、自慢屋のバレンタイン公爵様ならばきっと。今夜のところは下がってよい。はい、失礼いたします。作詞か、一体どのような輩なのか。我がクレイトン公爵家とバレンタイン公爵家の間には昔から根深い確執がある。その上今は次期王位継承権というかつてない火種まで生じている。心してかからねばなるまい。マーシャルロー王国の王家と二つの公爵家は親戚筋にあたる。
現国王グレイグ4世には子供がないため、次期国王には両公爵家のうちどちらかの当主を選ぶことになっていた。クレイトン公爵家の当主ビクターには王位につくという野望はなかったが、バレンタイン公爵家の当主ネビルは虎視眈々と王位を狙っていた。時同じくバレンタイン公爵の居城では、ネビルとその腹心アラン・チョーサーが葡萄酒を酌み交わし高笑いを上げていた。そうか、チョーサー、早くもクレイトン公爵家の積み荷は港の倉庫をいっぱいにして立ち往生しているというわけだな。はい、公爵様。痛快だ。自慢の麦やブドウ酒の樽も倉庫から出さずに保管しておいては、そのうちネズミにかじられて使い物にならなくなるのを待つばかりだな。そうですとも、莫大な損害ですよ。この調子であの生意気な小僧をもっともっと苦しい立場に追い込んでやる。身の程知らずの若輩者めが。レイモンド。はい。よくやった。今度もまた見事な目の付けどころ。船会社をこちらで押さえてしまえば出荷はできぬ。感心したぞ。それでこそ私の懐刀だ。これでまた一つ亡き両親の仇に報いてやれたな。お褒めに預かりまして恐縮です、ネビル様。しかしこれで満足してはならぬぞ。はい。レイモンド、最近の様子を見ているとどうもお前は復讐への熱意が冷めてきているようだが、違うか？いえ、決してそのようなことは。ほう、それは聞き捨てなりませんな。身寄りのなくなったお前をバレンタイン公爵様が庇護し、お力を貸してくださっているというのに、肝心のお前が及び腰になっているとは、この無礼者め。いえ、そんなことは。罪のない両親をクレイトン公爵に殺された恨み、今も変わらず胸に抱いております。できることなら子息ではなく当の本人に思い知らせたかったのですが、病死してしまったとあっては致し方ありません。本気でそう思っているのか？仇である先代のクレイトン公爵が半年前流行り病で死んでしまってからは、目的意識がぼやけてしまったことは確かだ。肝心の復讐相手がいなくなってしまったのだから。ネビル様はクレイトン公爵家の人間ならば誰を相手に復讐しても同じだとおっしゃるが、果たしてそうだろうか？ふん、この軟弱者め。レイモンド、よく聞くがいい。近く催される国王主催のパーティーに私はお前を連れて行ってやる。その際仇の息子ビクターと引き合わせるつもりだが、今からそのような弱気でどうする。復讐すべき男と顔を合わすのだぞ。お前がしていることを悟らせず腹の中で嘲笑ってやるくらいの気概がなくては話にならん。はい。及び腰になった罰だ。調査、少し懲らしめてやれ。かしこまりました。家来どもを呼んでやる。皆で朝まで好きにしろ。そんな、お願いでございます。お許しくださいませ。逆らえばもっとひどい目に遭わされることはすでに分かっていよ。わけあってバレンタイン公爵家に身を寄せているレイモンド・アスキスは、ことあるごとにネビルによって領辱の限りを尽くされていた。彼は
庇護を受けているという負い目から抵抗することもできず、繰り返される凌辱をただ受け入れるしかなかった。薄く開いた窓から吹き込む風にあおられ、食台の明かりが怪しく揺れる。罰という名目の恥ずかしめは今夜も始まったばかりだった。ブドウ酒を持ってきてくれ。大丈夫ですか。数週間後、マーシャルロー王国最大の祭り、収穫祭がやってきた。町は歌声や笑い声で満ちあふれ、庶民は一年の収穫を神に感謝する。数日にわたる祭りの中、王侯貴族や著名な人々にとって最も盛り上がるのは国王主催のガーデンパーティーだった。クレイトン公爵家の馬車だ。公爵様、横にいらっしゃる王侯よ。ビクターもバルフォア男爵の令嬢アデルをエスコートし王宮に訪れていた。これはこれは、クレイトン公爵、本日もまたお目にかかれまして光栄です。こちらこそ、ベイカー伯爵。アデル様、本日はまた一段とお麗しく。ありがとうございます。ところで、バレンタイン公爵を先ほどお見かけいたしましたぞ。そうですか。ま、バレンタイン公爵がご欠席のはずはないでしょうからな。では失礼。公爵様、あちらに知り合いの方がいらっしゃるの。ご挨拶してきてもよろしいかしら。ああ、行っておいで。はい。おおほう、これはこれは、ビクター殿。ご機嫌麗しく、ネビル殿。何やら最近、不測の事態に見舞われて苦労していると聞くが、私にできることがあれば遠慮なく声をかけるがよいぞ。ありがとうございます。それはそうと、ビクター殿にぜひ紹介しておきたいものがいるのだが。この私に？睨んだ通りだ。きっと例の作詞をそしらの顔で見せびらかすに違いない。さーて、一体どんな醜悪な顔をした野心家だ。レイモンド、こちらへ。はい。この者はレイモンド・アスキスといってな、縁あって昨年の冬から当家で面倒を見ているものだ。お初にお目にかかります、クレイトン公爵。ああ、驚いたな。なんという美貌と気品だ。ビクター殿、私は軍務大臣のキャニング卿と話があるので席を外させてもらうよ。どうぞ。よいな、レイモンド、くれぐれも余計なことはしゃべるな。はい。聞こう、歳はいくつだ。18です。クレイトン公爵がこんなに若くてたくましく見栄えのする貴公子だったとは。権威を傘に着て人を見下している人物かと思っていたけれど、とてもそんな人には見えない。いや、本性は冷酷な男なのだろうか。貴公も座りたまえ。はい。貴公は誠に聡明そうだが、学問はどこで収めたのだ。私は
ごく普通の田舎の学校で学びました。もし公爵様のお目に少しでもそのように映りましたなら、それは見かけばかりで実のないことです。随分と謙遜するものだな。もしやすると、貴公がこのところ私を手こずらせている相手ではないかと思ったのだが、勘違いか？何のことでしょうか。バレンタイン公爵家に世話になっているそうだが、どのような縁があってのことか聞いておきたい。差し支えなければだが。実はちょうど昨年の今時分に両親が思いがけない事件に巻き込まれ亡くなったのです。うん。ネビル様はその顛末をよくご存知で、身寄りをなくして一人になった私を憐れみ、お城に招いてくださったのです。そんなことがあったのか。で、その事件とは？実家に強盗が入りまして。ご両親は殺されたのか？はい。私は寄宿舎に入っていて家におりませんでした。それで助かったのです。ああ、気の毒に。もし辛ければそれ以上話さずともよい。このお方、心底同情してくださっているようだ。いや、わからない。きっと善人の仮面をかぶっているだけだ。この貴公子の父親は父母の仇なんだ。あの、ビクター様。なんだ？なんて誠実な眼差しで私を見つめるんだ。この人はやはり悪い人ではないのでは。復讐の切先が鈍る。ダメだ、今さら。ビクター様はフェリシアという名の女性をご存知ですか？フェリシア？いや、聞き覚えのない名だ。ではアーロン・アスキスという男はいかがでしょう？いや、知らない。この表情と物言い、嘘ではないように思える。アスキスと申すからには貴公の父君か。亡くなった父君は著名な人物だったのか？いいえ、父は地方の大学で教鞭をとっておりました。私にとってこの世で最も敬愛する人物でしたが、中央にまで名の通ったものではなかったと思います。あの、おかしなことをお聞きして失礼いたしました。いや、別に失礼を受けたとは思わないが。公爵様、ここにいらっしゃったのですか？アデル。悪いが今日はこれで失礼する。あ、はい。この年の国王主催のガーデンパーティーは例年にも増して華やかで盛況だった。そんな中、ビクターは国王に挨拶を済ませるや、パーティーを楽しんでいたアデルを残し、一人帰途に着いた。まず間違いない。あのレイモンド・アスキスという青年が我がクレイトン公爵家に打撃を与えているネビルの策士だ。引き合わされた時は驚いたな。想像とまるで違った。我々はあんな年端もいかの男にキリキリ舞いさせられているのか。それはともかく、このところネビルの横槍で受けた損害の対処に追われ、父上の遺言を実行できずにいる。急がなければならぬのに。ビクターの父、先代のクレイトン公爵の遺言とは、病魔に倒れた先代は死の間際に嫡男のビクターを枕元に呼ぶと重大な打ち明け話をしたのだった。
ビクター、これから話すことは誰にも言ってはならぬ。クレイグ四世陛下には実のお子様がおられるのだ。何ですって父上、それは本当でございますか？昔陛下のご寵愛を受けていたレディ・アデレイドという女性がいた。彼女はある日突然姿を隠したのだ。その時陛下のお子様を身ごもっていた。そのような話があったとは初耳です。スキャンダルだからな。今から18年以上前になる。なぜレディ・アデレイドは陛下の元から逃げるような真似を？生まれてくる子供が万一男児だった場合、望まぬ争いに巻き込まれ命さえも狙われる羽目になるのを防ぎたかったのだ。父上。このことは陛下ご自身でさえご存じない。知っているのはレディ・アデレイドと私、そしてロジャー・ウェップ卿の三人のみ。ロジャー・ウェップ卿。陛下の愛人であったレディ・アデレイド、そしてそのお子を守るため行動を共にした忠義の家臣だ。それで？生まれたのは女児だったとウェブ卿が手紙で知らせてきた。ウェブ卿からの音信はそれ以後途絶えたままだ。きっとお子の恩義を思ってのことだろう。ビクター、良いな。必ずや陛下のお子を探し出し陛下にお行き合わせしてくれ。行き合わせしてくれ。先代のクレイトン公爵が亡くなったのはこの話をした翌朝だった。とにかく一刻も早く探し出さねば。日向は度胸にもっと捜索に力を入れるよう命じよう。お兄様、入ってもよろしくて。お入り、アデル。どうした、嬉しそうな顔をして。まあ、お分かりになる？実はね、お兄様がお帰りになった後、とても素敵な方と知り合いになれましたの。ほう、一体どのような出会いが？お兄様がパーゴラでご一緒だった方よ。とてもお綺麗な方。まさか、レイモンド・アスキスか？ええ、偶然お話しする機会がございましたの。私、ずいぶん舞い上がっていたみたい。何を喋ったかあまり覚えてなくて。レイモンド・アスキスがこの私の妹に近づいてきた。何か企んでいるのだろうか。それに彼はなぜ初対面の私にフェリシアとアーロン・アスキスという名を知っているかと尋ねたのか。どうも気になる。アデル様はビクター様の妹君なのですか？そうだ。先代のクレイトン公爵が身の回りの世話をしていた駒使いに手を出して作った娘だ。生まれてすぐ養女に出したので社交界でも知られていないことだがな。そうだったんですか。アデル様は知っているのですか？もちろん二人とも互いに兄弟だということは知っておる。アデル様は天真爛漫でとても幸せそうな美しいレディだった。てっきりビクター様の恋人だと思っていたけれど。クレイトン公爵家とはそういう家なのだ。表向きは清廉潔白を気取っているが、他の貴族たち同様快楽主義で強欲、
権力に対する執着は人一倍強い。後を継いだビクターとて同じだ。レイモンド、あの娘を利用してビクターの懐深くに入り込め。いよいよ。はい、わかりました。レイモンドはネビルの命令に逆らえなかった。彼はアデルにデートを申し込み、半月も経たぬ間に彼女を自分の虜にしたのである。ますますレイモンドに夢中になっていくアデルを見たビクターは、二人を自分の城へと招いた。彼が何を企てているのか、その腹を探るためである。そして三人でお茶を飲みながら軽く談笑した後、ビクターはアデル一人を帰途につかせたのだった。また会えるとは思わなかった。それも今度はアデルを介してとは予想もしなかったな。覚えていてくださったこと光栄に存じます。ところでアデルは私の妹だ。公の場では私のことを公爵様と呼ぶが、二人だけの時はお兄様と呼んでくれる大切な妹なのだ。はい、存じております。せっかく二人きりでいるのだ、腹を割った話をしよう。アデルとの婚姻が成立すれば、貴公はバルフォア男爵一門に連なる貴族になる。内実はこの私の義理の弟にもなるわけだ。それに関してどう考える？どうとおっしゃられましても。アデルのことは本気か、それとも単なる退屈しのぎか、もしくは何らかの理由でアデルを利用しようというのではなかろうな。違います。確かか。はい、ですが今から将来のことを考えて、妹君とお付き合いさせていただいているかと問われれば、実のところどうお答えすればいいのか分かりません。こんな返事ではご不満なのは承知ですが。正直だな。あの、厚かましいお願いなのですが、喉が渇いてたまりませんので、お茶をもう一杯いただいてもよろしいでしょうか。無論構わない。レイモンドの青ざめた顔つき、尋常ではないな。もしや私に毒でも盛る気でいるのか。だとしたら一体なぜそこまでする必要があるのだろう。ネビルの命令か、それとも他に理由があるのか。考えていてもわからない。ならばいっそ、どうせならお茶はやめて秘蔵の酒を酌み交わそう。貴公も少しはたしなむのだろう。はい。あそこのキャビネットの中にグラスと酒の入った瓶がある。悪いがついで持ってきてくれないか。かしこまりました。今グラスに何を入れた？私からは死角になって、貴公の行動は見えないとでも思ったのか。その左手の中指にはめた指は細工がしてあるな。石の台座をずらして中に忍ばせてあった白い粉をグラスに入れたであろう。その酒を私に飲ませるつもりだったのか。ならば
味見をしてやろう。わずかに舐めただけで舌先がしびれてきたわ。酒に入れたものは随分強力で即効性のある毒物だな。これは気候が恩ある人と慕うネビルの差し金なのか、それとも気候自身に私かクレイトン公爵家に対する恨みがあってのことか。そうやっていつまでもだんまりが許されると思っているわけではあるまいな。もしここで私が憲兵に一報を入れれば、貴公はすぐさま捕らえられ、白状するまで身の毛のよだつような苦悶にさらされることになる。おそらくネビルは貴公のことなど何も知らないといい、間違っても助け舟を出してはくれまい。そうか、私には何も言いたくないか。そうであれば私も貴公をこのまま憲兵に引き渡す気が失せた。来い。何を。貴公のような恐れ知らずには生地な苦痛を味わわせるより恥ずかしめる方がよほど効果がありそうだ。あなたは見かけの立派さとは裏腹に本質は残忍で非常極まりない方だ。私が残忍で非常。そもそも貴族とは陛下に忠誠を誓う勇猛果敢な騎士の家系に授けられる称号。味方には熱いが敵には容赦せぬ。だがついに明け方、レイモンドは落ちた。私の両親はあなたの父上に殺されたのです。何。私は先代のクレイトン公爵に復讐したかった。でも先代は病で死んでしまった。だから復讐の矛先を家督を継いだあなたに向けたのです。父上がそなたの両親を。まさかそのような。今から19年前、私の父アーロン・アスキスはクレイトン公爵家に仕えていました。そして母のフェリシアはあなたの父上の愛人だった。え、先代の公爵にとって母は単なる慰み者。母は不実と知りながらもそばにいたアーロン・アスキスを愛してしまった。でもそれは許されぬ恋だった。二人は駆け落ちするしかなかったのです。先代の公爵は愛人と従者に裏切られ激怒したそうです。だからずっと報復のために19年もの間父と母の行方を探し続けていたのでしょう。そして貴公の両親を殺したと。
そうです。私の父上が貴公の両親を殺したという証拠はあるのか。ネビル様が全てご存知でした。私はネビル様から一部始終を聞いたのです。それを信じたのか、貴公は。ネビル様は私を憐れみ庇護してくださったのです。お話には筋が通っていました。昔の事情を知る父の友人という方とも会わせていただき、確かだと分かりました。そしてクレイトン公爵家に対する復讐の機会を与えてくださって。バカな、そんなこと。レイモンド、気を失っただけか。誰かおらぬか。はい、ただいま。すぐに G を呼べ。この者を診察して手当てをさせるのだ。その後は別室にて休ませるように。かしこまりました。翌朝、意識を取り戻したレイモンドは隙を見てビクターの城から脱出することに成功した。公爵家の馬を無断で拝借し、傷ついた体に無理をさせながらネビルの元へ向かっていた。父と母を殺したのは本当に先代のクレイトン公爵なのだろうか。レイモンドの心には自分をあれだけ責め苛んだビクターとは違う別のビクターが強く残り戸惑っていた。先代の公爵が私の両親を殺したと告げた時のビクター様の驚きと当惑、本当に何も知らなかったとしか思えない動揺したあの態度、心底信じられないという思いが伝わってきた。ご自身の父上を敬愛し心から信頼していたのだろう。そして私を見つめる真摯で誠実な瞳、思わず受け入れてしまいそうになったあの口づけ、もう私には何が本当で何が偽りなのかわからなくなってきた。なんだぞ、ビクターを殺そうとしただと。はい、目の前に父と母の仇と同じ血筋の男を見て一思いに仇を打ってしまいたくて、矢も盾もたまらなくなり、以前ネビル様から万一の時のためにとお預かりしておりました薬を酒に入れてしまいました。それをあやつに見破られたというわけか。はい。このうつけ者め。申し訳ございません。バカ者めが勝手なことをしよって。それでお前は一晩止め置かれ尋問を受けていたと申すのか。はい、すべて私の一存、支援でのことだと白状いたしました。私のことは何も申してないのだな。はい、決して。ふん。ネビル様、どうか一つだけ質問をお許しくださいませ。なんだ。本当に本当に先代のクレイトン公爵が私の両親を殺したのでしょうか。何、知れば知るほど私には先代のクレイトン公爵が
父と母を強盗に襲わせたと見せかけて殺すような方には思えなくなってきました。人徳も高く領民からも慕われていたとお聞きする公爵がそのような卑劣な真似をするとはどうしても考えられないのです。まだ他に私の知らないことがあるのではないでしょうか。そこまで気づいてしまったのなら仕方ない。お前には両親の仇はクレイトン公爵だと思わせておいてやりたかったのだが。どういうことでございますか。お願いです、真実をお教えくださいませ。よかろう、聞いて驚くな。本当のことを申せば、お前の母親は先代のクレイトン公爵の愛人ではない。真実は現国王クレイグ4世の愛称だったのだ。レディ・アデレイドと呼ばれていた。レディ・アデレイド、母の名はフェリシアでは。それは偽りの名だ。本当の名はアデレイドという。そしてお前の父親の本名はロジャー・ウェッブ卿。ではアーロン・アスキスというのは。無論それも人目を忍ぶための仮の名だ。さらに言えばロジャー・ウェッブ卿はクレイトン公爵家の従者ではない。当時宮廷に学識経験者として仕えていた国王陛下直属の家臣だ。レディ・アドレイドは陛下のご寵愛を一身に受けておきながら、あろうことかウェブ卿と密通し駆け落ちした。つまり裏切ったのだ、陛下を。そんな。アデレイドとウェブ卿は追ってから逃れるため名岡へ田舎に逃げ延びた。そこで生まれたのがお前だ。19年近く前のことになる。陛下の怒りの凄まじさはお前にも想像がつくだろう。執念で探し当て二人を殺させてようやく屈辱を晴らしたのだ。ではクレイトン公爵は。陛下に命じられて二人の始末を引き受けたのが奴だ。お前の見立てた通り、本来は血生臭いことをやれる男ではない。しかし次期国王に自分を推してもらうためその汚れ役を引き受けたのだ。実は私も陛下からお前の両親の暗殺に協力するようほのめかされたのだ。だが私はそれはなりませんとお断りした。ネビル様、お前に陛下が本当の仇だと教えなかったのは私なりの配慮だ。実行犯のクレイトン公爵に復讐を果たさせてやれたらあの世の両親にせめてもの手向けになるだろうと考えた。陛下への復讐ではことが大きくなりすぎるからな。本当の仇は国王陛下だなんて。だがここまで打ち明けたからには私も腹をくくろう。お前も聞いたからにはもう引き下がることはできまい。与えてやろう、お前に国王に近づいて復讐する機会を。でもどうやって。何、この前の国王主催のパーティーで陛下はお前を見かけて関心を持たれたご様子だ。おそらくその類稀な美貌に心惹かれられたのだろうよ。うまく私から持ちかけ晩餐を共にしていただく機会を作ってやろう。善は急げだ、今夜にでも取り計らってやろうではないか、レイモンド。ついに父と母の復讐を遂げる時が来たのだぞ。そのような大それたこと。恐れることはない。敵討ちは我が国で正式に認められている行為だ。
たとえ相手が陛下でも正当な理由がある限り誰もお前を罰せない。ネビルは一転して驚くべきことを告げ、レイモンドを抜き差しならぬ状況に追い込んでいった。だが王位継承という権力争いに大きな野心を持つネビルの言葉は果たして真実なのか。一方その頃、ビクターのもとにも重大な情報がもたらされていた。今何と申した？ヒューカワード卿、もう一度申してみよう。レディー・アデレードがご出産されたのは男児でございました。なんということだ、女児ではなく男児だと。公爵様からもう一度レディー・アデレードを調べ直すよう命じられ、徹底的に調べ上げました。間違いなくレディー・アデレードは男児をご出産されております。ならば陛下にはれっきとした世継ぎの王子がおられるということ。このことは陛下ご自身でさえご存知ない。知っているのはレディ・アデレイドと私、そしてロジャー・ウェブ教の三人のみ。ロジャー・ウェブ教？陛下の愛人であったレディ・アデレイド、そしてその王子を守るため行動を共にした忠義の家臣だ。それで生まれたのは女児だったとウェブ教が手紙で知らせてきた。女児ではなく男児。ロジャー・ウェブ教は味方であった父上にまで偽りを告げていたとは。ウェブ教は大層慎重で思慮深く忠義の方でした。おそらく王子の身の安全を守るために先代の公爵様ですら欺くほど用心なされたのです。ですがレディ・アデレイドとロジャー・ウェブ卿が名前を変えて隠れ住んでいた田舎の家を突き止め駆けつけましたところ、お二人は一年前に何者かに殺されていました。殺されていたか。で、その二人には当然子供がいたはずだな。はい、名前はレイモンド・アスキス。やはりそうか。レイモンドが昨夜語った両親の話とレディ・アデレイドとロジャー・ウェブ卿の話は瓜二つだったからな。公爵様、私が想像いたしますにバレンタイン公爵様はレディ・アデレイド失踪の真意を見抜いておられたのではないでしょうか。あり得る話だ。バレンタイン公爵様も前々からずっとお二人の行方を探しておられたご様子です。多分バレンタイン公爵様の手の者がお二人を殺害したのでは。間違いないだろう。ネビルが王位を継ぐには陛下の実施は邪魔な存在だ。レディ・アデレイドとロジャー・ウェブ卿同様、レイモンドも消すつもりでいたに違いない。ではなぜレイモンド様は今バレンタイン公爵様に仕えているのでしょう。レイモンドが何一つ自分の出生について知らないのをいいことに、ネビルはより残忍な策を思いついたのだ。レイモンドに嘘を吹き込み、我が公爵家を仇と信じさせ復讐させようとした。それに成功すればいずれレイモンドの命も奪うつもりでいるのだろう。こうしてはいられません、公爵様。ああ、すぐに陛下に謁見を申し出よう。レイモンドは現国王クレイグ4世とレディ・アデレイドとの間にできた真の王子だった。その事実を一切知らされず、実の親を育ての親の仇と教えられたレイモンド。ちょうどその頃、ネビルの策略によってレイモンドはクレイグ4世に謁見していた。
レイモンドと申すのか、そなた。はい。立つがよい。遠慮はいらぬ。陛下の仰せの通りにするのだ。はい。おお、これは、これはまさに奇跡を見るようだ。似ておりますでしょう、陛下。ああ。私の顔は、母と似ている。陛下は私を見て、ご自身が指図して殺した私の母を思い出したのか。陛下、よろしければ、今宵は陛下にレイモンドをお預けいたします。ん？めったにないこの美しい容貌。一晩なりと陛下をお慰めできれば幸いに存じます。ぜひ、トギをお申し付けくださいませ。レイモンド、その方はそれでよいのか？はい。では、陛下、私はおいとまさせていただきましょう。どうぞ、ごゆるりと。うん。レイモンド、晩餐の前に酒などどうだ？ありがとうございます。酒の支度を。かしこまりました、陛下。陛下。実は。どうした、近衛隊長。レイモンド、ここで待っておれ。はい、かしこまりました。失礼します。失礼します。あ、いえ。今のうちに指輪に仕込んだ毒薬を食らずに。レイモンド！ビクター様、来ないで。やめろ、飲むな。レイモンド、僕は死なせてください。落ち着け。もう大丈夫だ。何も心配しなくていい。怖がらなくてよいのだ。私がいる。私が何もかも分かっている。安心しろ、私を信じろ。ビクター様。そうだ、心配はいらない。少し落ち着いてきたようだな。陛下、申し訳ありませんでした。陛下、ご報告するのが遅くなりましたがために、このような不手際が生じました。いや、余はそなたに感謝しておる。この子が、余の、ああ、まだ信じられぬ。間違いございません。この方こそ、陛下とレディ・アデレイドとのお子様、レイモンド様でございます。ビクター様、今、なんと。あなた様はクレイグ陛下の実のお子様なのです。私を信じてください。これが真実です。すべての誤解の根源はネビルです。彼の命令でレディ・アデレイドとロジャー・ウェップ卿を殺した男も我々が捕まえました。出生の事実を知らなかったあなたに次から次へと嘘を吹き込み、
ついには実の落ち気味であられる陛下にまで手をかけさせようとした非道なやり口、許されるものではありません。私は何ということを。ネビル様の言葉を鵜呑みにして、もう少しで父をこの手で殺しかけるところだったのですか。ああ愚かでした。私は愚かでした。この絵隊長、すぐにネビルを捕らえるのだ。はっ。それでは私も今宵はこれで失礼いたします。レイモンド殿下にはこれまで数々のご無礼をつかまつりました。そんな、知らなかったこととはいえ本当に申し訳なかったと悔いております。どうか改めまして殿下に生涯の忠誠をお誓い申し上げることをお許しくださいませ。困ります、ビクター様。ビクターとお呼びください。レイモンド殿下への忠誠の証。ビクター様。ビクターはレイモンドの前でうやうやしくひざまずき、その手に口づけ忠誠を誓った。その後、この得体に拘束されたバレンタイン公爵ネビルは裁判で審議の結果爵位を剥奪された。国王のいとこで大貴族だったネビルは失脚し、同罪とされたアラン・チョーサーと共に国外へ追放されたのだった。マーシャルロー王国の閣議でレイモンドは正式に王子として認められた。かくして王家と二大公爵家を巻き込んだ王位継承権に絡んだ大事件は終結した。それから半月後のこと。もう国中が大騒ぎですわ。そうだろうな。来月にはレイモンド殿下の立体師の式典とお披露目がなされる。喜ばしい限りだ。あら、その割にお兄様はちっとも喜ばしいお顔をされていらっしゃいませんこと。そんなことはないはずだ。ところで君は大丈夫か。レイモンド殿下がただの青年ではなくなって簡単には会えなくなっただろう。寂しくはないのか。もちろん寂しいですけれど、でも逆に随分楽になった部分もあります。どういう意味だ。なんというか、最初から私ではレイモンド様のお心はつかめない気がしておりました。そんなことは。だってレイモンド様は私よりむしろお兄様に関心を寄せのようでした。話すことの大半はいつもお兄様についてのことで、私ちょっと焼いていましたのよ。いや、それはネビルの指図で単に私を探っていたのだ。いいえ、婦女子の勘を侮られては困りますわ。もしかするとレイモンド様自身も意識なさってはいらっしゃらなかったのかもしれませんけれど。ま、どちらにしても今となっては次期国王となられる雲の上のお方、考えてもせんないことだ。誰だ。レイモンド。クレイトン公爵。一体何事ですか殿下。私は
どうしてもあなたが。レイモンド。ごめんなさい。ごめんなさい。どうやってこの城の中へ？アデルに鍵を借りました。驚いたな。私が彼女に頼んだのです。ひっそり夜中に忍んであなたにお目にかかりたいと。私をお恨みではないのですか？私は殿下にひどいことをした。いいえ、公爵は私が疎ましいですか？まさか。私はあなたに忠誠を誓いました。お忘れですか？違うのです。私が聞きたいのは、そのそういうことではなく、こんな風にはしたない真似をする私を受け入れていただけないかという至極個人的な気持ちのことなのです。殿下。どうしてこんな気持ちになるのでしょう。公爵、あなたならきっと答えを教えてくださるのではないでしょうか。だから恥を忍んでこうして不埒な真似を。殿下。いや、レイモンド、私が教えてやれるのは私の気持ちだけだ。正直に告白しよう。私は君に特別な愛しさを感じている。公爵。どうかあなたの好きにして。公爵。いいのか、殿下。寝台の中ではこの私があなたの支配者になっても。私の望みも同じです。レイモンドは昼はお菓子がたき高貴な殿下として君臨し、夜は朝日の最初の一筋に邪魔されるまでビクターに艶っぽい姿を見せる愛しき恋人であることを誓うのだった。はい、レイモンド・アスキス役の宮田光輝です。高潔な貴族は愛を得るなんですけれども、タイトルの通りに貴族ものでした。すごくいろんな世界観があるんだなと改めて思いました。なんかケンユウさんがナレーションをやられていたので、すごくこう童話を連想させるようなお話でした。なんかこうシンデレラストーリーみたいな感じがしましたけれども、もうこれをフリートークを聞いてるということはもう本編の方も聞いていただいてると思うんですけれども、ぜひレイモンドがですね、そしてビクターが幸せになる様を何度も聞いていただけたら嬉しいかななんて思います。はい、ではミキさんどうぞ。はい、どうも、クレイトン公爵ビクターの声をやってました、ミキ新庄です。皆様聞いてくださいましてありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でございました、はい、終わりましたね。いやいや、終わりましたよね。え、終わりましたよね、全部ね。終わりましたよ。はい、終わりました。収録終了しました。はい、はい、王国の物語なんですよ。そうです、高潔な貴族ものですよ ね、 ね、はい、こんなに密度の濃いお話だと。そうですよね、本当に。なんかお前はさ、コメントに心がないな。いや、そんなことないですよ。
心を込めてますよ。心困ってんの？困ってます。困ってます。はい。でもね、本当に。すごくいいお話ですので、うん、聞いて幸せになってください。なってください。はい、ありがとうございました。あ、どうも、皆さんこんにちは。小杉ではありませんよ。私堀内です。堀内健雄。ということで、今あの高潔な貴族は愛を得るという素晴らしい作品の収録を終わったところでございます。いやー、あ、ご無沙汰しております遠野春日先生、堀内健雄でございます。まあ、ということで収録終わりまして、今日はですね、僕あのナレーションをやりまして、やっぱ普段このセリフばっかりやってるんでナレーションって結構難しいですよね。しかもあのセリフの量をあの数えてみたんです。あの一語一語、そうするとなんかあの僕が一番喋ってるんじゃないかなっていう気がしないでもないんですよね。その辺はあの皆さんもね、よく考えてもらいたいと思います。僕が一番でした。しかもあのベイカーをやってますんで、ね、あのイギリスのサッカーの、それベッカーだから辛いですね一人で。今日すごく感じたのはですね、やはりあのレイモンドかわいそうですね。もう本当にあなたいい人だから、いろんなところで騙されて、しかも持て遊ばれて、いろんなところ。まあでも最後にね、ビクターと本当にね、あの真剣な愛を、悪いのは誰だって言ったらやっぱりネビルじゃないですかね。ネビルは悪い、本当に悪いですよ。もう人騙してね、しかもあの声が入ると本当に悪いですね。そんな感じしませんか？いやその辺ってでもね、なんかやっぱり僕もこれ初め読んでまして、はあ、これはレイモンド騙されてるななんてね、そんなことを感じました。やっぱりなーって、ビクターかっこいいなーなんて思いながら、僕もあの小杉君も10年前まではよくこういう役をやっておりましたが、最近はちょっと離れてしまいまして、レイジドだ。バレンタイン公爵ネビル役、小杉十郎太でございます。私は貴族でも何でもありません。高潔な貴族は愛を得る。では高潔な貴族でない私はどうしたら愛を得られるのでしょうか。そんなことを逡巡してしまう今日この頃です。どうしてフリートークまでこんな喋り方を私はしているのでしょうか。自分でも分かりません。安倍さんも聞いてません。こんな私はどうしたらいいのでしょうか。まあそれにいたしましても、まあ皆さんあのこの作品聞いた後にこの私のどうでもいいような喋りを聞いていただいていると思うんですけれども、本当にですね、私がやらせていただきましたネビルのような悪い人ね、えいかがですか。自分では結構好きなんですけど、なんでこう比較的僕はこういう役が多いんですかね。ん、何何、そういう要素をあなたが持っているから。それは違いますよ、あなた、それこそあなたが間違ってますね。あのですね、悪い人をやる人はいい人じゃなきゃできないんですよ。ね？ねって、そんな発見はしませんか？しますよね。一つですね、温かい目で、これからも見守っていただきたいと思います。高潔な貴族は愛を得る。うん。それではまた。